こんにちは。今日は高いヒールで長時間歩いても足が痛くならない方法をご紹介いたします。このヒールは15センチ以上なので、ルブタンと同じぐらいのヒールの高さです。で、裏に耐震用のシートを貼り付けてあります。こうすることで摩擦ができるので滑りにくくなります。で、綺麗に歩けるようになります。中にジェルを入れても足の負担が軽減されます。基本は背筋をまっすぐにしてまっすぐ歩くことを意識して基本はかかとから前、かかとから前というふうに歩いていきます。で、階段もこれで綺麗に歩きます。階段を歩くときもまっすぐのラインを意識して、できればラインがあるところで練習したら綺麗に歩けるようになります。で、全然高いヒールでも痛くないです。足に合う、足にきちんとフィットする靴を選べば痛くないです、履き慣れたら。で、このコツンコツンってする音とか、あとこう歩くだけで女性らしい足の動きになるので、男性はやっぱりハイヒールを履いて胸を張って背筋を伸ばして歩いてる女性に目が行きます。とハイヒール履くの痛いから嫌だっていう人は、ぜひこの裏にこういう風に貼り付ける耐震用のシートとか、あと中にジェルを入れてもいいし、100均で売ってます。ジェルパッドを入れてもいいし、なかったらファンデーションのクッションでも同じような疲労軽減効果があります。でも基本こうまっすぐ歩く練習をマンションの階段とかでも何でもいいので、高いヒールを履いて歩く練習を普段からしておいたら、パーティーとかでもフラフラせずに歩けるようになります。試してみてね。またね。